前科3番、893番、正義太郎です。私に求められていること、分かっております。どのような犯罪が起こるのか、これから。どのような形でそういう悪事が横行し、それをどう防ぐかということですよね。皆さんが知りたいのは、なんだかんだ言いますけど、思うところをちょっと話をさせていただきたいと思います。結局、こんな風になって景気が悪くなってってなったら、まあ、犯罪も横行するだろうということで誰もが思うじゃないですか。まあいわゆる叩きって言ってもわからない方は、私たちが言うのは叩きって強盗です。強盗っていうことになると、もう仕事もないお金もない、じゃあもう簡単じゃないですよ、簡単じゃないけども、そういうふうに押し込み強盗だとかっていうふうにしてするのが横行するんじゃなかろうかっていうふうに思いますよね。ちょっとこれ見方が違うということです。まず、このコロナ前、コロナ後っていうふうに分けないといけないと思います。もうここって本当に戦前戦後みたいに、このコロナ前とコロナ後でもうこれからの日本の歴史、世界史はそれで変わっていくと思います。コロナ前っていうことだと、この強盗に関して、いわゆるプロの犯罪集団と一般の人たちっていう、一般の犯罪っていう言い方はちょっとおかしいかもしれませんけど、ここがきちんと線引きしてないとわからないと思います。プロっていうのは、要は、犯罪をすることを前提とする、窃盗団にしても、薬物を売るにしても、恐喝、それから事件死、地面死っていう人たちも、最初から組織だって、もうやることが分かって、あんまり使いたくないんだけど、分かりやすいって、マフィア化みたいな形で、その犯罪を生業としてやってる人たち。というものがあります。で、いわゆる一般っていうのは、普通の仕事をしながら、普通の生活をしながら、でも、なんとなく金がないから、なんとなくやってしまったっていうことが業になっていくと、窃盗団にしても、強盗団にしても、情報がいるんですよね。何にもなしでやるなんてことはないんですよ。ただ、行き当たりばったり、お金がありそうなとこ行って空き巣するのとは違うくて、業でやってる窃盗団、強盗団、車盗難っていうのは、情報があって全部動くわけですよ。空振りなんか絶対しないんです。ということは、やれば間違いなく観光するわけですから、きちんとした情報に基づいてやるっていうことです。で、その情報自体が売り買いされてるっていうようなことが起こるわけなんですね。要は、簡単に言うと、情報が、例えば1000万あった、1000万窃盗強盗にしても1000万あったら半分が情報元なんですよ。大体、そういう形になるんです。じゃあ仮に1000万だとして、強盗。じゃあ、一人でやるわけがないわけですよね。必ず実行行為は2名。見張りが1人って言って、最低でも3名でやらないといけない。情報1000万のところを行って、5人で500万分けて、いいですか？強盗は最悪だったら10年。いくら安くても5年。そんなんではさすがにやらないわけですよ。500万を10年行くかもしれないを3人で分けて、なんていうことはしないわけで、となると、最低でも5000万とか、手に乗らなきゃ、叩きは、了見に合わないからやらないよっていう風だったんです。当然それ以下だったらそんなもんでやれるかっていう話なんです。だから当然現金を5000万以上1億、情報提供者の分も言ったら1億はなければせめて8000万、7、8000万から1億以上ないところには叩きに行かないっていうのがまあ常識っていうか当たり前ですよね。了見に合わないですよ。万が一捕まって、1000万、2000万で誰がやるんだと。5年も10年も行ってっていう風なとこなんですよ。だから強盗事件っていうのは、このコロナ前には少なくなってきてるんです。窃盗もそうです。なんか適当に走ってて、あ、この家いいだから入ろうなんていうことはないんですよ。まあ、そういう人たちもいますよ。そういう人たちも。一人やってる空き巣とかっていうところが、高額窃盗団になったら、もうそういうことはありえないんです。もっと安全にかつきちんとやれば、3人どころじゃない、4人、5人、6人ってなっていけば当然取り分も減るわけだから、そういう計算から言ってやっていかないっていうことですね。セキュリティもきつい、カメラもある、逃げるところもない、その金をどうきれいにするかっていう方法もっていうことになると、なかなかそういう高額の強盗窃盗っていうのは近年減ってきたわけです。ところがですね、コロナ以降そういったことの均衡も崩れて数百万でもっていうような話もちらほら聞こえてきますし、要はこういうことなんですよ。やるよなんて言ってやる人たちは私の耳に入ってくるわけないんですよ。今までそういうことをしてなかった人間、まあそれともそれができるからって言って今までやってに染めてなかった半グレ、そして半グレにならざるを得ない状況、その元不良だった人たち、元半グレだった人たちが制御についたことによって、制御をやっていた
にもかかわらず、このコロナのことで開業、それから倒産、収入を途絶えた人たちがそういうふうになりかねないっていう状況になってるっていうことなんですよ。だからどうするっていうわけでもないんですけど、やはり自営っていうのは必要で、まあお家にいますから大丈夫なんだけども、そのお家にいるところにそのように入って来られたらということですね。私この性犯罪のことでもよく言っているんですが、マンションアパートも当然一戸建てにしても女性一人でいるよと分かるような装飾のカーテン、そしてベランダに明らかに女性もの子供ものって分かるようなものだけの洗濯物の干し方、それと車に関しても綺麗に整頓してあるような状態、パッと見て乱雑な状態、カバンや何か靴とかが置きっぱなしにしているような状態っていうのは狙われやすい、隙があるって思われるんで、やっぱり家のところもまああまり華美な装飾をしないようにっていうふうに常々思ってるんですね。入る側から見たら女子供はやっぱりもうそんな女子供のところに入らないなんていう常識も通らなくなってくるわけです。そうなんですね、いろいろなことが思われるかもしれません。正直言って外国人犯罪うんぬんかんぬんって言ってますけど、正直言って今はその人たちの方がお金持ってます。日本に来て仮に悪いことをしても弁護士をつけて私選弁護人につけて保釈金で保釈しちゃいます。もう一時と前とはもう考えようがないです。まあそんなことを考えますと、もう窃盗、強盗、そして車の盗難っていうのはセットになってるんで、要するに一般的な窃盗も強盗も使う車の車両は自分の車使うわけがないもんですから、当然車を盗み、ナンバープレートを盗み、それを複合させて走らせて廃棄するっていう形はしますから、そこに使われるたんじゃたまったものじゃないんで、やはり車の管理、ハンドルロック、正直言いまして国産の車なら開けれてしまいますし、動いてしまうっていうのもどんなこと言ったってもうそれは事実なもんですから、いくらセキュリティ対策をしても次から新しい技術が出てくるっていうことなんで、こうなったからゼロにはならないね。いわゆるそのコロナ以前であれば、その高い金額のところを狙う、それはそうですね、その人たちでも犯罪者だってまるっきりのバカではないもんですから、費用対効果を狙うわけですよ。同じ労力をして高い収益を上げるっていうのは、これは一般の企業や会社個人の人たちと同じことなんです。ところがもうこういう風になって食い詰めてくると、そんなことも言ってられないんで、まさかこれぐらいでっていう、本当に100万200万、下手すりゃ何十万でもそれが狙われるかもしれない。今度はそうなっていって、もしうまい形になれば、それを繰り返して数で稼ぐと。ご自身の防犯、車、それから家、一戸建てだからって安心ではないですし、マンションだからっていいわけじゃないです。洗濯物の干し方、ベランダに置いているもので、中に入っている人、家族構成、そしてその人の安全に対するセキュリティに対する考え方っていうのが、見る人が見てしまえば分かりますから、同じものをずっと置いてったり、埃にかぶってるようなものをずっと置いとくとか、ベランダに、そのようなことのないように、洗濯物をしても、一人暮らしの女性の方でも、まあ男性がいるかのような洗濯の干し方っていうんですかね、私がこれ言うのもおかしいんですけど、明らかに女性一人暮らしっていう風に見えないようにしていただきたいなと思います。